はい、こんにちは。昨日のチャック・ホルトンさんの動画エピソード641を紹介します。今回は第三次世界大戦になる可能性はどれくらいあるのかっていうタイトルですが、先に言ってしまうと当たり前なんですけど、第三次世界大戦になる可能性が何パーセントとか、そういう答えが見つかる動画ではありません。元動画のリンクはディスクリプションに貼っておきます。ゲストにオペレーション・リストア・リバティの共同設立者で退役軍人のダリン・ガウブさんという方を迎えて意見を聞く会となっています。まずはロシアでの部分動員についてのお話でした。ダリンさんはこれはもう典型的なロシアで、戦法や戦術よりも人数で勝負しようとしていると分析しています。一方でウクライナは長年我々のトレーニングを受けているので、西側の戦術を用い、そこにウクライナ人特有の気質とか、あとロシア帝国に反抗する気持ちっていうのが加わって独自の戦い方をしていると解説しています。これ長年我々にトレーニングされてきているってはっきり言うんですね。で、部分動員される実際の数は30万人って言われていましたが、まあ、120万人とも言われているそう で、果たしてそれだけの人を集めても、その人数を訓練する人材がいるのか、そしてその集めた人数に与えるだけの武器とか装置があるのかという疑問を呈しています。で、どの国にも当てはまることとして、120万人を動員したとしても、その中に本当に戦争に参加できる人がどれだけいるのかわからないとも話しています。ロシアからジョージアに逃れた成人男子も多く、でそれとは別にあまり報じられることはないものの、今回の戦争よりもずっと前からロシアでは人口が急速に減っていたとも話しています。アメリカでは通常こう民主党よりも共和党の方が好戦的、まあ、外交に強いとされているんですが、今回ナンシー・ペロシとか、あとウルスラ・ボン・ラーデンなどの民主党の政治家たちがウクライナを支援していることについては、ダリンさんはまあ後から振り返れば、ここでこうするべきだったとか、あそこでこうするべきだったということは簡単だけれども、まあ、今起きていることがどういうことなのか、すぐ直近で見立てるのはとても難しいと真っ当の答えですよね。で、少なくともアメリカもウクライナもロシアも政府は随分長いこと腐っていて、どの国のリーダーがヒーローであるということはなくて、で今は世界的に行われるこうゲームオブスローンズみたいな感じの状態で、弱者になって苦しんでいる人を助けようとしていると話しています。ウクライナもロシアもポーランドも、あとモルドバも、通貨、あと実際の戦闘、エネルギーなどいろいろな側面からの戦いに巻き込まれているけれども、そこに暮らす普通の人たちが苦しむ必要などないはずで、で今回アメリカが政府としての態度を変えたように見えるのであれば、それはもともと共和党内の左派がウクライナに同情したこと、あとプーチンを極悪人に、ゼレンスキーをヒーローに仕立て上げるのがまあまあ簡単であったこと、あとバイデン一家とウクライナのこれまでの歴史といったものが関わっていると、ダリンさんは分析しています。ウクライナは、まあ、バイデンにとっては中央銀行のようなものだと思っている共和党としてみては、首を突っ込みたくないのでしょうとも発言していました。でチャックさんはウクライナにまあ半年ぐらいいたみたいなんですよね。で自分が前線にいる間に、送られた物資はちゃんと届いているんですかという質問をよくされたんだそうです。で彼がいた6ヶ月の間っていうのは、この裏ルートから送られてきた救援物資が売りさばかれることなくちゃんと届いているという印象を持たれています。で今回のようなこと、まあ、この戦争のような状況が起きて、どちらを支援するか考えるときに、まずはモラルの側面から、誰が正しいか誰が間違っているかを考えることになると。で今回ウクライナが正しいとは言わないけれども、少なくとも攻撃を仕掛けたのはウクライナではなかった。でウクライナがまずドネツクを攻撃したという情報もありますが、この戦争が始まる直前にドネツクに滞在していたチャックさんは、少なくとも自分はそんな攻撃は見ていないと言っています。
でロシア側の報道で今日はこことここが爆撃ウクライナによって爆撃されましたって伝えられた場所にもなんかチャックさん居合わせたことがあるみたいなんですね。で攻撃したとされているウクライナの兵士たちと行動を共にしている間に、まあ、少なくとも自分の目の前で彼らが爆撃するのは見ていないと。でドネツクの一般市民をウクライナが攻撃する理由もちょっと考えられないというふうに話しています。モラルで考えるとウクライナを支援することになるけれども、しかし経済国家安全保障上の側面から考えるとアメリカにはすでにお金がないのに、もうどちらを応援したとしてもものすごい額の資金を費やすことになる。でウクライナに行くはずの資金がペンタゴンに戻っていたり、あとボーイングなどに迂回されていることも知っているのに、モラルという側面からウクライナを支援するとペロシとかあとバイデンと同じ側に自分がなってしまうことが残念と感じている様子です。2014年ウクライナにロシアが侵攻した際、オバマは特に何もしなかったらしいんですね。でそのタイミングっていうのがハンター・バイデンとウクライナでのお金のことがこう話題になり始める直前で、ウクライナの政府政治の汚職を正すという立ち位置のゼレンスキーもその周辺を探ったけれども、ハンター・バイデンがオフショア海外にこういう口座を持っているとか、アゾレスというところに会社を持っているとか、その程度のことしか公表できなかったそうです。でチャックさんから見たウクライナ人はグローバリストがどうとかもうあんまり気にはしておらず、ウクライナ人としてもとにかくウクライナで生きていきたい、それだけのように見えるそうです。でゼレンスキーは頑張ってウクライナをね独立国家として今までのところ保っていて、資金のためにグローバリストたちにすり寄る必要もあるだろうけれども、誰がそれを責められるだろうとも言っています。でチャックさんは大統領やその周りの人たちに何度か会ったが、彼らはグローバリストがどうのこうのっていうそういうことではもうなくて、とにかくウクライナ人として生きていきたい、それだけのように見えたと繰り返しています。でチャックさんからダリンさんに、今から1年後5年後どうなっているのか、一部で報道されているようにロシアは崩壊するのか、それとも追い詰められたロシアが核を使うことになるのかという質問がありました。でダリンさんはロシアは崩壊するするとずっと言われているけれども、今回ね貨幣のこととか金本位制のことなど、結構用意周到で、まあ一方でロシア国民が国家のために苦しむことは気にしていないみたいなんですけれども、そんなにすぐには崩壊しないんじゃないかと思っている感じです。で汚職とか腐敗っていう意味で言ったら、アメリカも将来的に同じようになるのが見えるぐらいダメだと。そして、プーチンには健康上の問題があるので、次のリーダーがいつ出てくるか次第だ。あとNATO、 NATO についてもウクライナが NATO 加盟国でなければ、それは厳密には NATO の問題ではないものの、アメリカが NATO のメンバーなので微妙っていう答え方でした。次にフィンランドの軍備についての意見を求められて、 NATO 加盟国ではないのに NATO に一目置かれる軍事力のフィンランドっていうのは、これまでの歴史でロシアの隣国としてロシアの脅威にさらされ、あとロシアのことがよくわかっているので、スウェーデンとフィンランドが NATO に参入するということはロシアにとって脅威かもしれないけれども、でも一方でフィンランドもスウェーデンも結構自分たちで何とかするだけの力を持っていると。でサーブって車の会社ありますよね。でサーブなんかは自分たちでファイタージェットを作ることもできるし、フィンランド人の精神的な強さとロシアを嫌う気持ちっていうのはウクライナ並みと話しています。で道具を持っているとしても戦う意思がなければ役には立たないという言葉にちょっとドキッとしました。アメリカにいろんなものを買わされている国っていくつもあると思います。で最後にダリンさんの組織オペレーションリストアリバティの活動を説明していました。だからこの国アメリカを基礎から立て直すための活動をしていると。で地元の警察官とか裁判官、事務官とか記録係、そういうレベルの人たちとか、あと学校で働く人たちが活動の場を
地元から国家レベルにできるように支援している。あとソロスの活動に反対し、ジョージ・ソロスねの活動に反対し、共和党対民主党という政党政治に疲弊したアメリカを平和的そして法的に立て直す活動をしているんだそうです。長くなったのでちょっとだけ、物事にはいろいろな見方があって、私はロシア側の視点から見た状況を報じている。例えばグラハム・フィリップさんの動画も見てます。すごいね、どっちも見ることをおすすめします。でね、いっぱい見れば見るほどですね、見ないようにしてるんですけど、どちらかに偏ることなく生きていきたいなと思う一方で、もはやアウトオブコントロール、もうダメなんじゃないかなと思うことが多いです。でネガティブな波動はいけませんとお叱りのコメントがありそうですが、波動とかネガティブとか私そういうことでもないんですよね。うまく説明できなくてすみません。あともう一つ、なんかフィンランドのことが出てきたので雑談になりますが、最近ハンガリーにちょっとだけなんかこうご縁があってですね、ずいぶん前に20年以上前ですけど、ハンガリー人の彼氏が4年ぐらいいたこともあってちょっとだけ知ってるんですが、フィンランドってフン族、ハンガリーのアッティラ率いるフン族のがヨーロッパに攻めていって最終的にストップしたのがフィンランド、フン族の国だと言われる説もあります説もあります。でハンガリー人が話すマジャル語っていうのは、日本語と同じウラルアルタイ語族だという説もあります。そしてフィンランドで話されているソーミっていう言葉ありますよね、あれもウラルアルタイ語族だという説があります。なんかフィンランドも実は行ったことないんですけど、興味深い国だなと思います。以上です。 Stay safe, stay healthy.